ニムダは2001年9月に識別されたワームの一種でファイルに感染するコンピュータウイルスでもある。名称はアドミを逆から綴ったものである。素早く拡散し、コードレッドと同様の経済的損害を発生させた。複数の拡散方法を持っているため、ニムダはわずか22分でインターネット上で最も広く拡散したウイルス、ワームとなった。 メディアではアメリカ同時多発テロ事件と関連づけてアルカイダがニムダを開発したのではないかとの憶測がなされたが証拠は特になく陰謀論の息を出なかったニムダの作者は不明ニムダは Windows 95-98-MENT2000 が動作するクライアントと Windows NT 及び2000が動作するサーバに感染したニムダがモリスワームや コードレットに比較して感染力が強いのは以下の5種類の感染経路を持っていたためである。特に電子メールは感染したコンピュータ内のメールアドレス帳から他の人のメールアドレスを送信元とする容疑にそうするので感染元の確認が非常に難しい。ありがとうございます。